緊張しますね、直接お話しするっていうのは。そうですよね、はい、いや、さあこの方、はい、女性の方ですね、こちらも、はい、もしもし、もしもし、こんばんは。こんばんは。かおりさんですか？はい。はじめまして、浅野でございます。はじめまして、かおりです。よろしくお願いします。こちらこそ。なんか社会人どうですか？いや、聞いてました。ありがとう。おいくつですか？32歳。ほら、社会人ですね。やっぱさすが。私たち、はい。ですよね。社会人同士の、32ですか？若い。素敵です。ご質問は何ですか？はい、いつもゆうこさんのドラマとか、はい、舞台とか、ほとんどもう全部拝見してさせていただいてるんですけど、はい、まあ、お忙しい中で、はい、どんなようにリフレッシュをされて、お仕事でまたやろうっていう感じになられてるのかなと思って、はい、はい、リフレッシュですか？私はですね、はい、活字好きなんですよ、活字が。で、脚本を読んで、セリフを覚えなきゃいけなくて、字というものに毎日ぐーっとこう責められてるような気がするんですが、どんなに睡眠時間が少なくても、最終的に活字を読まないと寝れないんです。これでクールダウンしてます。だから、不思議な、変な子なんですけどもね、子って年じゃないですけども、お風呂に入りながらも、本を読みながら、っていうことで、最後はやっぱり活字を読みながら寝る。これが次の日また頑張ろうっていうリフレッシュになるんですね。私の場合ですよ。あとは香り、はい、匂い。匂い。うん。アロマ系のいい香りに癒されてっていうのがすごく好きです。ですから楽屋とかにもアロマキャンドルだとかそういったものを持ち込んでおります。はい。香りはでも好きです。よかった。本当ですか。なんか自然なナチュラル系の香りでこう癒されてください。はい、はい、ありがとうございます。でも、最近読んでおすすめの小説とか本とかあります？最近ですね、ちょっと遅いですけども、本屋さんがおすすめするベストワンに輝いた、海賊と呼ばれた男。これ面白かったですね、上下巻ですけど。あとまた上下巻でですね、私の大好きな作家の先生なんですけど、宮本照先生。これはちょっと前に読んだんですが、水の形ってこれはね、香織さんにもおすすめ。同じぐらい40代の、まあ、ちょうど私たちの中間の世代の女性が主人公の話なんですが、なかなかね、素敵なお話でしたよ。キュウリのサンドイッチの作り方とかもね、書いてらっしゃるし、うん、いい本でした。はい。じゃ読んでみます。おすすめします。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございます。失礼いたします。おやすみなさいって、まだ起きててね。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、ありがとうございました。はい、さよなら、失礼します。いやー、そうですか。はい、ちょっと変なんですけどね、本当に毎日毎日字ばっかり見てます。そうなんですね。はい、不思議です。自分でも。